チャンスボールとは、球技の試合中において、ゆるく上がったり、打ちやすく、自分にとって、有利なボールのこと。チャンスやチャンボと略されることがある。有利で、チャンスであるから決めるべきところではあるが、逆に緊張して、ミスをしてしまう人も、少なくない。強打のラリーが続くプレー中での緩い球は、難航、フェイント行為と同様、そのタイミングや、両プレイヤーの位置関係次第では、 リズムを崩す特徴も持つ。テニスやソフトテニスにおいては打ち損ないが原因などでふわっと上がったスピードが遅い打球を浮き球と呼ぶ場合がある。一方、サッカーにおける浮き球は味方へ出すパスの一種、ロブパスを指すことが多い。主にパスを受ける側はクッションコントロールでトラップする。ボレーを決められる場合がある。強打も コース打ちも不可能な状況において相手に安易にチャンスボールを与えない手段としてバックスピンをかけて低い軌道で返球することがある。相手が強打しづらく普通に打つよりも対空時間があり時間を稼げるというメリットもある。テニスにおいてはスライスショットがありバックハンドだけでなくフォアハンドでも用いる選手もいる。卓球のカット主戦型選手はカットを多用する。 先方で主に守備範囲を広く取った後陣に構える。そのためミドルへの打球は増えてという意見がある。例えばテニスやバドミントンのロブのような著しく高い返球に対してはタイミングを合わせづらい場合がある。上を向くと太陽光や照明光が視界に入る可能性もある。この際相手にとっては守備体制を整える時間も 若干与えられているが、そうなる前に少しでも早く攻撃しておかなければという心理が働き焦ってしまう弊害も考えられる。チャンスボールの処理は守備要員であるリベロが率先して行う場合もある。ただし、フロントゾーンでリベロがオーバーハンドパスで上げた球を直接ネットよりも高い位置からアタックすると反則になる。なお、 味方陣地でパスを回すことも可能なバレーボールにおいてはダイレクトアタック2段攻撃3段攻撃の選択肢があるためチャンスボールに対してその選択を迷う場合もあるまたアンダーハンドパスオーバーハンドパスのどちらで受けるかの判断も一つの要素だったが1995年から第1球目の接触時のみに関しては ダブルコンタクトの反則を取らないという改正ルールが導入され状況が一変した。それはサーブレシーブに関しても同様である。従来のルールではアンダーハンドで取らざるを得なかった変化球フローターサーブをあっさりオーバーハンドで受ける選手も増えた。これにより意図せずも昔でいう安全サーブのような結果になってしまったものに対しチャンスサーブと呼ぶ例も出てきた。 変化はするものの安易にレシーブされてしまった山なりのサーブや威力があってもサーブレシーブが得意な選手やその日調子が良い選手の真正面に打ってしまったサーブがそれに該当する。ありがとうございます。